はい、どうも皆さん、ゆうじです。今回はですね、アンミカさんの炎上の件についてお話ししていきます。今回の件なんですけれども、私はですね、中立の立場にいるので、ご了承ください。それではやっていきましょう。白って200色あんねんでおなじみのアンミカさんなんですけれども、先日ですね、どん兵衛の CM に出て炎上していたんですよ。で、その炎上のね、理由が僕わからなくて、で、まあいろいろ調べていたら、まあ次のようなことがね、分かったんですけれども、まあ大まかに分けて2つなんですけれども、1つ目がですね、金スマでやっていた不正入国の件につきましてですね、まあ不正入国はですね、金スマでちょっと番組として地上波で流れていたんですけれども、そちらの映像はこちらです。カーセレブ、アンミカである。もともと韓国チェジュ島で生まれた彼女だが、両親は仕事に恵まれず、子供たちを連れて一家で日本へとやってきたのだった。5歳になる前ですね。はい、日本に来て、で、日本の大阪のイクノク、コリアタウンというようなね、当時の動画なんですけれども、皆さんどう思いましたでしょうか。まあ僕もね、これ不正入国じゃんって思ったんですよ、最初見た時。いや、てか最初見た時っていうか、まあ今も思ってるんですけれども、まあただね、アンミカさんが4歳の時なんで、まあ両親がね、まあこれは不正入国をしようとして、まあ4歳の頃って、まあ僕もそうなんですけれども、物事のね、区別ってつかないじゃないですか。まあそれも含めてね、まあ別にこのことについてはね、ああそうなんだって感じなんですけれども、まあ日清さんがね、こんなような商品をですね、まあアンミカさんがね、まあこういう風に CM 入った後にですね、こういう韓国のものを使っているので、あれ、なんか、まあ個人的にですよ、個人的に、あれ、韓国とズブズブなんじゃねって思って、個人的にですよまあそれは炎上するわなって思ったんですよ。まあ一部ね、上場企業のね、会社がですね、こんなことをして、で、まあ韓国とズブズブで不正入国の人が CM 出てるってなればね、まあそれはまあ炎上はしますよね。まあ僕も、なんだこれって思いました。うん、まあただね、別にまあどん兵衛買わないとか言わないですし、まあ俺ね、今塩分控えてるんでカップ麺買わないんですよなんで関係ないです。はい、まあもう一つ地上波でちょっと話題になった動画があるんですけれども、そちらがですね、こちらの映像になります。日本は世界の恥です。何見たが出てくるんですよ、見てると腹が立ってね、うん、まあ不勉強なのに勢いだけあるっていう、本当に尻滅裂で立ち悪い、人をすごく言葉のナイフで気にしたことというか、女性が活躍を推進って言われてる時に、こんなに人を生産したいなんていう公の人が言葉でね、正直私も高齢出産ができなかったタイプですけれども、生産性だけで人を産むことがこういうふうにぶった切って、しかも LGBT という個性で悩んでる人たちに対して、痴漢っていう犯罪者と同じ土俵で、かばうっていうのってどうなのって、でそれをやってかばって元に出して、喋らせない党ってどうなのと、すごい時だけ女性推進できる歌を使いますけれども、こういう時にちゃんと抜けるとか、謝罪ができない、こういう生産性がどうこうという人にお金がどうこうということを言いますが、こういった低俗な言葉で人を傷つけて強烈な差別と偏見を持った人に税金使われていることの方が、なんて恐ろしいことなんだろうと思いますね。でこれをかばう、若いからっておっしゃってますけど、私から見て若いとは思わないです。これだけの経験がある人がしゃべるその議員を選んでるってことで、党としてはちゃんと前に出して謝罪させるなりしないと、この問題収まらないですし、これをかばうってことは多様性を尊重すると言ってますけど、多様性を理解していない党の考え方と一緒です。で2年続したらオリンピックやってきますよね。今オリンピックの代表の方々 もうカミングアウトをして堂々と戦ってるアスリートがいる中で、日本は世界の恥です。これが表に出ることですね。もうすごい傷つきました。はい、こんな感じです。皆さんどう捉えましたでしょうか。まあ僕はですね、まあなんていうんですか、言葉のあやかなとは思うんですけれども、まあこれをね、言ってしまうってことは、まあなんていうんですか、その議員に対してではなく、やっぱりそのね、日本は世界の恥だっていうね、まあその言い方がね、だいぶ良くないなって僕は思いますね。まあなので、まあ言葉のあやだのこうだのっていうのはありますけれども、やっぱりね、ちょっとその表現の仕方っていうんですか、まあそれはね、もうちょっと考えた方が良かったのかなとは思いますね。
まあ、ただねこれをねあの一部切り抜きして、まあ、あのこのアンミカさんはこういうような発言をしたんだとかね、あのそういうようなことを見て、うわなんだこの人っていうのもねやっぱり良くなくて、その全部を見て、あこの人はこういうことを踏まえてこういうことを言ったんだなっていうのをねやっぱり、見てみるべきではないかなというふうに思います。切り抜きってね結構ニュースとかあとネットニュースとかでもね、だいぶ多いので、まあ、そこに関してはね自分の目で確かめて、見ていただく必要があるのかなというふうに思います。まあ僕の発言もそうですしね、僕のこういう発言があるけどやっぱりねその何て言うんですか、ソースはどこかとかね、そういうのもやっぱ大切なので、僕のこの、お話をね、鵜呑みにせずやっぱ自分の目で確かめて、あ僕はこう思う、私はこう思うっていうね客観的に見たね意見が必要なのではないかなというふうに僕は思いますね。まあこの2つですね今回あったので、まあどん兵衛のね、件がまあ、結構ねあからさまに出てるのではないかなというふうに思いますね。まあ最初見た人なんだか分かんないじゃないですか。えなんでどん兵衛のこういう炎上が起こってんのとかね、日清の炎上起こってんのっていう話なんですけれども、まあ、僕もねそうだったんですけれども分かんなかったんで、まあこのね動画に来てくれた皆さんもそうだったと思うんですけれども、まあ一つ目はですね、密入国をして、それからですねこういう風に、まあ、CM に出たりテレビに出たりとかして、活動していたっていうことですね。でもう一つは、テレビでですね、さっきのような発言をして、まあ日本の人からね反感を買ったっていうことですね。この2つを踏まえてやっぱりね、韓国あいや言っちゃった、某国出身のね人が、出てる CM で、こういうようなね炎上が起きてしまったと。でまあ最大の原因っていうか、まあ日清さんにもなんかちょっと裏があるんじゃないかなって、まあ勘ぐってしまうようなところがねあるとすれば、やっぱりねこの CM の後に結構ね韓国のその食品がね発売されちゃってるんですよ。だからやっぱりね僕もまあそう思うんですけれども、なんかやっぱり癒着とかそういうような関係はあるんじゃないかなっていうふうに僕も思ってますね。うん。であと最近気になってるのがですね、まあ BYD ってあるじゃないですか。まあ BYD っていう会社はですね、まあ自動車の会社なんですけれども、最近ですねなんかちょっとテレビ CM してるの見ませんか。まあちょっとね陰謀論的にはなっちゃうんですけれども、まあ BYD 中国の会社なんですけれども、中国のねそういう自動車のね電気自動車ですね、電気自動車の会社が日本にね、参入してきて、この、トヨタのね、トヨタダイハツの炎上とかね、あとこういったね日清の炎上の最中にやっぱこういうねなんていうんですか、中国とか韓国の、まあなんていうんですかね資本が入ってきちゃってるっていうのがね、なんかちょっと自分はね気持ち悪いっていうか不自然だなっていうふうには思いますね。いや陰謀論的にですよまあねちょっと皆さんのね意見もちょっとコメントでね、聞きたいなというふうには思いますね。なのでまあちょっとコメント欄は荒れないようにですよ荒れないように、まあちょっとね平和な感じでいきましょう。平和な感じで、まあ平和な感じでねちょっとコメントをね、していただければなというふうに思います。はい、というわけでね今回はこんな感じになってしまいましたが、今回はこれで終わりたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは以上。